ビクトリア・ジャクソン、ビクトリア・リン・ジャクソンイコール・ウェッセル、ビクトリア・リン・ジャクソン・ウェッセル、1959年8月2日帯は、アメリカ合衆国のコメディアン、女優、風刺作家、歌手、ブロガー。1986年から1992年まで、NBC のスケッチコメディー、サタデー・ナイト・ライブ、SNL に出演していたことで知られる。SNL レギュラー時代から、 多数の映画に出演し、スタンダップコメディアンとしても活動する。アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマを批判していることで注目され、ティーパーティー運動の熱心な活動家としても有名である。フロリダ州マヤミで、体操コーチの父ジェームス・マケースリン・ジャクソンと母、マーリーン・エスター、旧姓ブラックスタッドの元に生まれた。経験なクリスチャンの両親の元 テレビなしで育ち、5歳から18歳まで父から体操のトレーニングを受けた。ジャクソンは、私立のデイドクリスチャンスクールに入学し、チアリーダー及びホームカミングクイーンとなった。その後、フロリダ州ハリウッドのフロリダバイブルカレッジに進学た。14年間体操を続けていたおかげで、奨学金を得て、サウスカロライナ州グリーンビルにある、ファーマン大学に進学する。 オーバーアン大学に1年間通学し、パームビーチ、アトランティック大学で演劇の学位を取得した。ある夏、アラバマ州で行われた舞台公演に出演した際、1950年代にライフルマンに出演していたジョニー・クローフォードと出会い、クローフォードのナイトクラブに出演するようにな。ロサンゼルスに転居してからは、夜はコメディを披露し、昼間はタバコの売り子。 アメリカガン協会のタイピスト、ウェイトレスなど様々なアルバイトをして、生計を立てていた。その後、ザ・トナイトショースターリング、ジョニー・カーソンに出演したことでブレイクし、逆立ちしながら、死を朗読するのが、持ちネタとなった。この番組には、計20回出演した。1986年、サタゲーナイトライブ第11シーズンの多くで出演。 脚本を担当していたローン・マイケルズの交番に伴い、ジャクソンは第12シーズンより出演するようになった。ジャクソンはデニス・ミラーと共にウィークエンド・アップデートのコーナーに出演したことで有名になり、机の上でブリッジ、または逆立ちをしながら死を朗読し、最後にミラーが性的な際どいコメントをするのが通例であった。モノマネレパートリー、カラミティ、ジェーン。 クリスティナアップルゲート、シンディ・ローパー、ドナライス・ヒューズ、イーディ・ゴーメ、カウン、ホール、ラトーヤ・ジャクソン、リンダ・ブレア、ルル、ロブロー、ロザン・ヌ・バー、サリー・ストラザース、スーザン・オルセン、愉快なブレディやシンディ・ブレディ役、ティナ・ヨザーズ、ファミリー・タイズ、ジェニファー・キートン役、ティッパー、ゴア、ザザン・ア・ボール。SNL にレギュラー出演していた頃から、ダイアン・キートン主演、赤ちゃんは、 トップレディがお好き、ショーン・コネリー主演、ファミリー・ビジネス、ピックアップ・アーティスト、カウチ・トリップ、殺したいほど、アイ・ラブ・ユーなど様々な映画に出演した。では、リー・トンプソンと共に、パロディ放送局 UHF では、アル・ヤンコビックと共に主演した。サタデー・ナイト・ライブ交番後、ジャクソンは、X ・ファイルのエピソード、レイン・キングに出演し、 小さな町のアマゴイに報わぬ恋をしている女性を演じた。1998年には映画ノーモアバスに出演。2000年コメディセントラルの連続ドラマストリップモールに出演した。2003年から2004年までニコロデオンの番組第1シーズンにナニーのミセス・ロジャース役でレギュラー出演しリトル・ロメオと共演する。2005年ジャクソンは vh1 の番組に出演した。2006年、ベンジャミン・キース監督のドキュメンタリー風パロディである、モクメンタリー29にロリータド・チャック役で出演した。元、サタデー・ナイト・ライブ出演者のジョー・ピスコポ、役のドン・ノベロなどと、たびたび共演し、各地でスタンダップコメディを披露している。ジャクソンは、 経験がクリスチャンを自称し、クリスチャンブロードキャスティングネットワークのや ABC のなどに出演している。クリスチャン向け施設に登場しており、2007年にはティム・コンウェイ司会のクリスチャンコメディコンサート、ズオシャル・トラフにザ・デュースに出演し、スタンダップコメディを披露した。2010年、ジャクソンは、ある記事に2000年、アメリカ合衆国大統領選挙まで、 投票の仕方を知らなかったと記した。ジャクソンは自身のウェブサイトに保守主義の政治観を多く投稿している。2008年アメリカ合衆国大統領選挙の一般投票キャンペーンの間、民主党、特に上院議員、バラク・オーバマ及び元、サタデー・ナイトライブ出演者でミネソタ衆議院候補のアルフランケンを反していた。2008年10月、他のセレブリティと共に 全米共和党上院議員委員会に出席し、フランケンをからかう宣伝活動を行った。その後、ザオライリーファクターに出演し、インタビューで、オバマを共産主義者だと語った。その後もあちこちで、オバマを共産主義者だと繰り返し語っている。選挙で、オバマが当選した際、ジャクソンはブログに、最終選挙の投票者たちは、事実や知識に基づいた決定を下しておらず、 古代広告、感情、周囲からの圧力、そして人種問題に誤魔化されたのだ。メディアはアメリカ国民が真実を知ることを阻害しており、偏見をなくす役割を果たしていないと記し、我々が見るべきなのは FOX ニュースのみと語。2011年、ジャクソンは自身の保守主義が原因で盗聴されていると記した。2011年、ジャクソンは 男性俳優二人がキスする様子を放送した、クリー、クリーを批判して、吐き気がすると語り、ジャクソンの批判の要因の一つは聖書によるもので、あると語った。ホモフォビアについて、進歩的な業界用語だと反論し、クリーは、宗教に基づき禁欲を奨励すべきだと提案した。2011年、ジャクソンは、パトリオットアップデートに作家及び、ビデオブロガーとして参加した。 ジャクソンのウォール街を選挙せよの動画では、ズコッチ公演の選挙者へのインタビューで、イニシエのサタゲーナイトライブを思い起こさせ、全米の注目を集めた。その直後、パトリオットアップデートは、ジャクソン、アンマリー・ミュレル、ジャクリン、スチュワート、ジェニー・ジョーンズが出演する新番組、パリティシックスを開始した。パリティシックスのために、ジャクソンが作曲したシャリー・ヤローには、 彼らムスリムたちは、断頭やペドフィリアの結婚を好む。そして彼らは1日5回祈りを捧げる。彼らは殺したい相手を誰でも殺す。彼らがあなたに言わせたいことを言うな、と、いかしが含まれている。また、ジャクソンは、自身のネット番組、ザ・ビクトリア・ジャクソン賞の司会も務めている。2012年、自伝、Is my a b o w t too big? How I? ウェント・フロム・サタデー・ナイト・ライブ・ツー・ザ・ティー・パーティーを出版した。共和党下院議員のトッド・エイキンが、女性は、レイプされても妊娠しないと発言した際、ジャクソンは、もし私がレイプされて妊娠したら、私は出産する。そしてもし悪夢にうなされその子供を育てられなくなったら、私はその子を養子に出す。しかし私は、神は悪い出来事を良い方向に導くと思う。 もし私がレイプされて、可愛い赤ちゃんを産んだら、それは、神のご加護であろうと語った。2014年、テネシー州、ウィリアムソン軍の軍政委員の定数2の2区に、無所属候補として、立候補を申請した。1984年、ジャクソンは炎を口に入れる芸を披露するマジシャンである、ニサン・マーク・イベントフと結婚した。娘、スカーレットを儲けたが、 1990年に離婚する。1991年、高校時代に交際していた、フロリダ州デイド軍の警察ヘリのパイロットであるポール、ウェッセルと再会した。その後、ウェッセルと結婚し、娘、オーブリーを設けた。2010年には、孫ができる。フロリダ州に居住していたが、2012年、子供たちの近くに住むために、テネシー州トンプソンステーションに転居した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。